はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修です。はい、今回のテーマはですね、資産の取り崩し、いわゆる出口戦略についてお話ししていきます。はい。巷のファイア界隈ですね、4% ルールなるものが、まあ、王様として、まあ、鎮座してるわけですよ。うん、なるほどね。はい。まあ、これが果たして正しいのか正しくないのか、マネーセンスの見解を述べていきたいなという企画になっております。はい。まあ、資産形成をしていく中でね、ドルコスト平均法で積み立てていくっていうね。うん、まあ、そこはね、まあ、そんなに難しいもんじゃないので、まあ、慣れてしまえばもうね、やることがないんですけど、はい。それを取り崩していく段階ですね。まあ、いわゆる老後ですよ。うん。うん、で、その時に、どうやって取り崩したらいいのか。ね、これ結構、ご質問もちょこちょこいただきますし、はい、まあ、それについて詳しく解説しているようなところもない、うんうん、でまた、それはなぜなのかっていうこともね、うん、少しお話できるかなというふうに思います、はい、では早速始めていきましょう。では最初にですね、結論からお話をしていきます、はいはい、我々、マネーセンスカレッジの おすすめとしては、はい、毎月一定金額を売却し続ける。おー、4% ルールではないということですか？そうですね。はい、ああ、いいですね。まあ、4% ルールは、愚の骨頂です、はい。おー、いいですね。王様にこう、喧嘩を打っていくスタイル。とてもいいですよ。わかりました。だまあ、それもね、詳しく解説をしていきます。はい、まず最初にですね、取り崩しのルールとして、定率の取り崩しの方がいいよっていうのは、巷でよく言われていることは十分理解しています。うん、で、それはメリットとしてですね、あるものがあるんですよ。まあ、これも話しますけど、うん、ただ、そのメリットって本当にいりますか？ほうほう、また、それ、一番大事なものですか？ほうほう、っていうようなことがあってですね。はい、僕は、まあ、常日頃からね、うん、まあ、投資の方法論についてもお話ししているんですけども、うん、それよりも大事なことがありますよっていつも言ってますね。うん、まず最初に、ファイナンシャルプランが何よりも大事なんだっていうことですね。ファイナンシャルプランって何かっていうと、必要な時に必要なお金を用意する。うん、もうこれだけです、はい。はい。例えば、65歳でリタイアした時に、毎月の家計として、じゃあ10万円必要です。うん、じゃあその時に10万円が用意できてなかったら何の意味もないよねっていうことです、うんうん、また他に例えばですね、まあ3年後に車の買い替えが必要だ、うん、でじゃあ300万必要だ、で3年後に300万なかったら買えないわけですから、もう買えないですね、はい、ないから、はい、うん、なのでその時にいくら用意しなきゃいけないかっていうことが分かっているのであれば、まあその時のお金を用意する。じゃあその方法はどうしたらいいんですか、うん、っていうことを考えるのがファイナンシャルプランです。うん、もう難しい言葉は横文字になってますけど、うん、もうそれ以外にないので、うん、そんなに難しく考える必要はありません。はい。もうこれさえできていればファイナンシャルプランとしては合格点です。うん、じゃあ、それね、3年後に300万とか、65歳時点で10万円。それがずっと未来後続くと。そうね。じゃあそれを用意するのに、どのような手段で用意しますか、うん、っていうことを考えるのが、まあ、その次に来るんだね。うん、通常は、まあ、皆さん、まあ、投資ってあまり、やってなかったかもしれないので、うんうん、で、そうすると、貯蓄をしていきますよね。そうですね。はい。うん、で、我々にはお金がありません。はい。はい。だから、労働収入、毎月毎月働いて、毎月お給料をもらって、うん、で、それで生活をしています。うん、お金があったら、働かないでしょなので、お金がないのよ。はい。うん、だから、毎月働きに行くの。うん、で、そのお金の幾ばくかを積み立て、貯蓄していくわけだね。うん、だって、生活費いるからね。そうね。はい。うん、で、毎月積み立てたお金で、それが用意できるんであれば、資産運用なんていらないんですよ。まあ、そうでしょうね。うん、だって、賄えるんだもの。そう。はい。で、将来、うん、じゃあ、老後を迎えるにあたって、出口戦略って今日話だから、うん、じゃあ、将来、じゃあ、年金当たるよね。うん。うん。じゃあ、年金で生活できるんだったら、もういらないよね。まあ、生きていけますからね。じゃあ、積み立てする必要ないよね。そうね。はい、うん。まあ、ちょっと手持ちに置いときたいなっていうお金はあるかもしれないけど、まあ、それでも例えば退職金が当たるということであれば、それで賄えばいいし、確かにね。じゃあ退職金も当たらなくなるかもしれないっていうふうに思うんであれば、貯蓄を引くばっかしておいて、1000万円程度用意しとけば、まあ、老後は多分安泰だと思うんですよ。年金で生活できるのであれば。そうね。だけど、今、この世の中、うん、年金じゃ生活できないってなったわけよね。うん、はい。もう、僕らはそれも言っています。うん。うん、年金って、まあ、将来的に考えると、今よりも相当下がってしまいますよ。じゃあ、年金だけで生活できないからどうしようっていうことで、まあ、老後2000万問題とか、まあ、そういうようなことがあったわけです。じゃあ、その、まあ、足りない分とかをどうやって補おうか。
っていうことを考えるのが方法論じゃないですか、うんうん、でその一つとして資産運用があるわけですよ、うん、で資産運用して、まあ、資産形成、まあ、資産を大きくしていきます、はい、資産を大きくしていった後じゃあそれを必要な時に取り崩していく方法論として、まあ、大きく分けて3つあります、うん、はい、これ3つあるってことが、まあ、多分取り扱われないことが多いんですよ、まずね、はい、うんうん、まあ、その3つあるっていうことを確認しましょうということですね、はい、でその1つ目なんですけども、それは定額の取り崩しになります、はい、で定額の取り崩しっていうのは、まあ、その一定金額をもうコンスタントに毎月だったら毎月、取り崩していくっていう方法になります、うん、まあ、分かりやすいと思います、はい、2つ目は期間の取り崩しになります。ほう、で期間の取り崩しっていうのは、まあ、ある期間を決めて、例えば20年だったら20年って決めて、はい、その間一定の数量になるように売却をしていく、はいはいはい、っていう方法です、はい、まあ、これちょっと詳しくはお話しします後でね、うん、で3つ目は定率の取り崩し、うん、まあ、これが巷でよく言われているもので、うん、まあ、いわゆるその毎月毎月取り崩していくんだけども、その残額に対して何パーセントを取り崩す、そういう方法になります、はい、でこの3つの方法があって、うん、でそれぞれ、まあ、メリットデメリットがあるんだね、でしょうね、はい、うん、でそのお話をしていかなきゃいけないっていうことになります、はいはい、で、楽天証券の方では、うん、この3つの取り崩し方法全部使えるんだね、お、はい、で図解で説明されていたので、まあ、ちょっと分かりやすいかなと思いましたので図を見ていただきたいんですけども、この図の、まあ、前提条件としてで、まあ、2020年の1月に設定をしたということですね。当初は100万円ありました。毎月1万円売却をしていくっていう設定になっていますということですね、うん、で翌月で、まあ、2020年の2月に売却するんですけども、まあ、評価額が101万円になっていたと、うん、で1万円売却しますから100万残って1万円がまあ振り込まれる、はいはい、そういう形ですね。で翌月になりましたと。でそうした時には、まあ、評価額が99万まで下がってましたと、うん、でその時もやっぱり1万円売却しますっていうような感じで続けていきますということですね。まあどれだけ残額が変動しようとも一定金額を売却をしていくっていうものですね、うんうん、はい、で2個目の期間して、まあ期間で取り崩すっていうのはどういうことかって言いますと、まあこれ同じような設定で、まあ2020年の1月に設定されました。でその時には100万円あって100万口ありましたということですね、はい、でその時に30年で売却するっていう設定です、今回の場合はね、例題としては、うん、なので360ヶ月で売却をしていきます、うんうん、はいはい、うん、でその時にきっかり30年で終わりたいので、うん、まあ、口数が変わらないから口数をまず割るんですね。なるほど。100万口割る360で計算すると2777口ってなります、うん、でこの2777口を毎月コンスタントに売っていくってことですね、うん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 、でそうすると30年後でぴったり終わるということになります、はいはい、でこの売り方になるとこれは価格変動商品ですから、うん、あの毎月売られる金額っていうんですから、まあ、あの売却金額っていうのは、うん、まあ、一定ではなくなる、まあ、変動するよ、ますよね、はいはい、っていうことになります、うん、で最後になりますけども3つ目ですね、はい、定率で売却する場合っていうことになります、うん、でこの場合も2020年1月設定として、例に挙げておきます。で、当初100万円あって口数としても100万口ありましたということですね、この場合口数の何パーセントかを売却するっていうふうに設定をします、うん、ほうほう、で今回の場合は 1% です、はい、1% を売却する、うん、売却が始まる2月には100万口あったわけですから100万口のかける 1% でこれは1万口になるので1万口を売却します、うん、はい、その次の月ですね、これは1万口売却した後ですから、はい、99万口になってますね。ああ、そうですね、はい、口数は売らなきゃ減らないし増えはしないので、そうですね、はい、なので、口数99万口の 1% なんで9900口売るということですね、はいはい、で徐々にこの口数は下がっていくということですね、はい、先ほどの期間指定っていうのは一番最初に設定したらずっと同じ口数でしたけど、うん、今回の場合はこれ口数がどん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 下がっていきます、うんうんうん、はい、うん、で、これなんで口数なのっていう人がいるんですよね、うんうん、これ定率なんだから、うん、時価総額の何パーセントじゃないのってよく言われるんですけ ど、なるほど、時価総額は価格かける
数量で決まりますよね、うん、で価格が変動していて上がったら当然時価総額も上がるし、ね、下がったら時価総額も下がると、うん、でその時に一定の割合決めたということであれば、残った口数の割合を売却するのと残った額分のパーセンテージを売るのはイコールなんで、ちょっと腑に落ちない方はもうこれは計算するしかない、数字にちょっと弱い方なので、うん、それはもう僕と一緒ですから計算しなきゃいけない、計算すれば腑に落ちます。はい、全く同じになりますのでね、うん、なので、時価総額の何パーセントを売ってるのとイコールです。言ってることは変わらないと思います。あ、なるほど、そういうことですね、はいはい、口数の何パーセントを売る、残ってる何パーセントを売るっていうことは時価総額の何パーセントを売るっていうこととイコールになります。なるほど、うん、はい、今 4% ルールはこちらかな。そうですね、うん、はい、ですから巷で言われているファイアムーブメントで、まあ、4% ルールって呼ばれるものはいわゆる残額に対して 4% を、まあ、売却するっていうようなものですね。そうそう、でその場合は定率取り崩しが、うん、まあ、これに当たるという形になります、うん、はい、じゃあ実際にですね、まあ、それをシミュレーションとして売った場合でどういうような感じで売られていくのかっていうのをちょっと分かりやすいようにシミュレーションのその図表にしてみました、はい、かなり細かい図表になっているので、うん、まあ、ざっくりと理解していただければいいかなと、まあ、ちょっとピンチアウトしながら見ていただければなというふうに思うんですけども、はい、で、まあ、シミュレーションした、まあ、この図表になるんですけども、取り崩し方法の比較ということで金額と、まあ、定率と期間について、まあ、それぞれ、比較をしました。当初、まあ、機種ですねは100万円の時価で、100万口あったというふうに仮定をします、うん、はい、定額の取り崩しは毎月4万円、まあ、 4% に揃えました、はい、うん、定率の取り崩しが、まあ、いわゆる保有口数の 4%、まあ、保有金額の 4%、うん、なので4万円になるので、はい、まあ、それに合わせて、最初定額取り崩しは4万円に揃えました、はい、でこれ以降ずっと4万円を取り崩します、うん、で、期間取り崩しこれは4万円は、まあ、4万口になるのでこれも揃えました、うん、で4万口をずっと売却をしていきます、うん、で、定率取り崩しこれは、まあ、いわゆる残った金額に対して、うん、また残った口数に対して 4% をずーっと売却をしていきます、はいはい、でそれ21ヶ月どういうふうな計算になったかっていうことなんですね、はい、これで見るとまず合計のところが書いてあると思うんですけども、合計のところですね、まあ、定額の取り崩し見ていただくと90万口ぐらい売っていますよ ね、 そ、 うですね、でそれで84万円売却をしています、うん、なのであともう少しでなくなっちゃいますね。そうですね、はい、10万切ってるくらいです、ね、そうですね、うん、はい、まあ、この間で、まあ、1万口あたりいくらで売れたかっていうのが、うん、まあ、平均単価として挙げられていて9300円っていうふうになっています、はい、で、じゃあ期間取り崩しどうだったかっていうことなんですけど、まあ、この時はもう運用利回りゼロで指定してあるので同じ金額に戻ってきてますよね、うん、なのでしかもその途中も全部同じことに揃えているので売った口数は4万口 ×21 なので84万口売っているということですね、はい、うん、まあ、これもあともう少しでなくなってしまいます、はい、で、売却した金額ですね、これは84万円売却してます、うん、だから、まあ、いわゆる定額取り崩しでも、まあ、定率取り崩しでも同じ金額になるように今このグラフを揃えたのでこうなっています、うんうん、現実は違いますよ、うん、現実は違いますけど分かりやすいようにそういうふうにしてあります。ですから、まあ、これ結局これ口数が残ってる口数より多いですよね、はい、定額取り崩しより、うん、なので、まあ、残っているので、まあ、じゃあ平均単価はっていうふうになってくると1万口あたり1万円で売れているということだから、まあ、高く売れてますよ ね、 そうですね、定額取り崩しより、うんうん、はい、っていうようなお話になります、はい、で、最後になりますけど定率取り崩しですね、うん、まあ、これは残った金額に対して 4%、まあ、もしくは、残った口数に対して 4% ですからどん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 下がっていきます、うん、でこれ理論的に言えば、うん、まあ、いわゆるあの少数点以下の口数を許されるのであれば、はい、これも永遠に取り崩すことができます。 0.0000 まで行ってもいいならね。そうです、うんうん、だから、まあ、翌月は 96% あので、またその 96% ただまた今度 96% になりますので、うん、あの残額がね、うん、はい、まあ、あの1円未満とか一口未満を許されるのであればこれは永遠になくならないということになります、はい、なので、まあ、これずっと続いていくんですけどこれ、まあ、あのちょっとグラフじゃなくて表になるんですけど、まあ、細かくて申し訳ないんですがあのどん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 下がってるの分かりますかね。まあそうですね、当たり前ですけどね、はい、最初の100万口から売り始めているので残った口数はやっぱり減ってるから、うん、あのいくら値段が上がっていったとしても、まあ、口数はやっぱりどん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 下がっていくんですよ、まあ、増える要因がないですからね。
ね。そうですね、はい、なので下がっていくので口数はどん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 下がっていきます。で、最終的にこの価格変動が起きた時には何万口売れたかっていうと575,678口売ったと。だから今ここの間の中では一番口数少ないですね。そうですね、はい、残ってますね、いろいろ、はい、ただまあ売ってる金額も少ないんで、うん、総額として売った金額の総額はいくらかっていうと55万何がしになります、うん、でまあこれ平均してみるとどうなのかっていうと、うん、まあ9,600×7円と、うん、まあ1万口当たりですね。あ、そういうことですね、はい、はい、うん、なのでまあちょうど中間になったってことになりますね。基幹取り崩しの方が効率としては良さそうですね。まあ今回の例であるで例でね、はい、うん、ここの中で特徴っていうのがまあ結構つかめるのかなというふうに思うんですけども、はい、まず定額取り崩しって何をやってるかっていうと、うん、ドルコスト平均法とついで、まあ説明される定量法と同じようなことをしてるんですね、うん、はい、はい、まあ、あの売却の時に、まあ、定量法をしてるようなものなので結局は効率としてはそんなに、まあ、良くはない。まあそうでしょうね、はい、うんうんうん、でよく言われます、うん、まあ、下がってる時に多く売ることになりますからね、はい、で、一方、まあ、あのよく言われるその定率取り崩しですね、うん、でこれは、まあ、ファイアムーブメントの時に、ね、言われた 4% ルールの、まあ、原資になってるわけですけど、まあ、この定率取り崩しっていうのはあのどんどん売却金額が下がっていくんだね。まあそうでしょうね。まああの相場がちょっと上昇すればそれに伴って増える時もあるんでしょうけど。そうですね、うん、でこの定率取り崩しの 4% っていうのはどうやって計算されたかっていう、まあ、その根拠なんですけど、はいはい、まあ、これねアメリカで生まれたもので、うん、でアメリカのなんか研究所のところのそのシミュレーション、まあ、かなりざっくりとしたシミュレーションですけどの中で出てきた数字で、まあ、それが一人歩きしているような感じなんです、うんうん、でそれは何かというと、まあ、S&P500 っていうものが、まあ、過去40年間の平均利回りっていうのが 7% ぐらいあったと、うん、なのでその 7% のうちその間、まあ、インフレ率っていうのがあって、まあ、そのインフレ率が 3% 程度だったので、まあ、7% から 3% 引いた 4% を売却していけば、まあ、資産っていうのはなくならないだろうというもとで、まあ、ざっくりと 4% っていうのが、まあ、計算された経緯のようです、はい、僕もその減少に当たったわけじゃないですけど、まあ、少なくともそういうふうに説明をされます。そうです、概ね僕もそう聞きますね、はいはい、でなので運用利回りが 4% の取り崩しよりもずっと上であるならば、うん、まあ、基本的になくならないよねっていうことですね。そうですね、ファイヤーはなくなってしまうと問題があるから。そうですね、はい、それで生きてますから。そう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 、はいはい、いわゆる元本を減らさないようにしてどれぐらい取り崩せるかっていうような、うん、まあそういうものだったんですよ、うんうん、まあ、それが経緯があるので、まあ、基本的には、まあ、あの資産っていうものがあの減っていかない、うん、まあ、口数は下がっているんだけどその分だけ、基準価格っていうのが、まあ、それ以上に上がっていくと想定しているので資産っていうものが減らないようになって、うんうん、でここまではわかると思うんですよ、はい、定額取り崩しがもう言ったら効率が悪いっていう人もいるんですね。それはそう、まあ、これ見てもそうだよね、うん、一番悪いな、なんですけど、もし仮に定率取り崩しの言っている条件を満たすのであれば定額取り崩しの方がより長く売却できます、うん、ずっと相場が上がっていくという前提に立てば、ね、そう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 、はいはいはい、しかも取り崩しのパーセンテージ、一番最初に設定したまあこれだったら 4% でね、資産の 4% に相当する金額を未来永劫ずっと同じ金額売却していくってことですよね、うん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 、はい、でそうすると定額取り崩しっていうのはまあ結局値段が上がっているから、うん、口数少なくて済むわけですよ。あ、そういうことですね、はい、だからよりその定率よりも少ない数量を売りますので余計に伸びるってことになります。ああ、そういうことですね、はい、はいはい、お分かりになりますかね、はい、まあ、定率取り崩しっていうのはあくまで口数に対する 4% をずっと売っていく形になります、今回の例だと、うん、だけども定額取り崩しで 7% のリターンがもし見込めるのであれば 4% しか売却しないので、うんうん、その 3% 分だけ口数は残ります、うんうん、なので定率取り崩しより長い期間取り崩せます。なるほど、なので一概に悪いわけじゃないんですよ。そういうことです、はいはい、つまりここで何が言いたいかっていうと、うん、あのこの資産だけではこの3つのまあなんていうんですかね、すごく強みっていうものはまだ表現できてない。ほう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 、これなくなるまで全部シミュレーションしないといけないですよ。そうですね、最終的にどうなったかで決めないとダメですもんね。そういうことです、はい、じゃあ期間取り崩しはっていうふうになるともう期間決めちゃってますんで、確かにもうその期間だったらゼロになります。そうですね、そこに口数はゼロになりますからね、はい、はいはい、そういうことです、うん、これは結局用途の問題だっていうことですね。ほうほうほう、効率がいいとか悪いとかっていうのも
あると思うんですけど、うん、まあ、それぞれの強みがあるので、うん、その強みを何が欲しいかによって変わるっていうことなんですよ。おー、なるほど。多分あのいろいろね、その裏表がありますので、そのウィークポイントがあります。でそれをちょっと単純にまとめてみます、うん、はい。まあ、まずその良さをまとめてみるとどうなるかっていうことなんですけど、定額取り崩しっていうのは、うん、まあ、売却バージョンの定量法ですよ、ということですね。そうですね、さっきね、はい、うん、でこの場合定額で取り崩しますから、うん、まあ、家計は安定しますよね。そうですよね。さっきだったら4万円が毎月絶対入ってくるっていうことですから、当然安定してますよね。そう、はい、我々が資産運用する最終目標っていうのは何かって言ったら老後資産設計です、はい、いわゆるリタイアメントプランって呼ばれるものですね。でそのリタイアメントプランの時に僕らが懸念しているのは何か、まあ、これは年金が少なくなってしまって、うん、まあ、結局それだけでは生活できないということですね、うんうん、そうですね、はい、じゃあその足りない分を資産からの取り崩しでどうにか補おうよっていう考え方を持つと、定額の方が生活しやすいわけです。まあ、まあそうでしょうね。うんうんうん、でこの定額になると、先ほどの例から言うと、うん、まあ、その儲かってもない、損をしてもいないっていうような状態で価格変動すると、一番効率が悪かったです。確かに、うん、1万口当たりの金額は少なかったからね。確かに、はい、うん、まあ、確かにそうではあるんだけども、まあ、いわゆる資産が伸びていく、まあ、その平均的な利回りが、まあ、7% とか、まあ、取り崩すパーセントよりも多いっていうことが期待できる、まあ、もしくはそうなったのであれば、まあ、後で話するその定率法よりも、まあ、期間は長く売却できるということになります。はい、まあ、これまず最初に押さえといてほしい。だから定額取り崩しっていうのはもう本当に悪のように取り扱われてることがあるんだけど、ちゃんと調べればそんなことないよっていうことがわかります。吉井さん、その通りで、もうありえないくらいに言われてるんですよ。うん、でもこれ調べたことがある人ほとんどいないと思う。本当に、うん、うん、取り得ないみたいな感じで書かれてることが多いんで。でもそれ多分自分で調べた人いないと思う。ああ、本当にそうなのかっていうところの裏取りはまあなしないでしょうね。そう、うん、まあそうでしょうね。ちょっと話続けますね、うん、で期間の取り崩しっていうのは、まあその期間を定めて、まあその期間でぴったり終わるように売るってことですね。で、先ほどのシミュレーションで言うとあれば、ちょっと言い忘れましたけど、4% で取り崩すということなので、はい、その 4% が25回取り崩した後、なくなっちゃうってことですね。そうです、ね。100% を 4% で割れば25回って出てきますので、25回でなくなるってことです、うん。はい。まあ年数にすれば25年とかですかね。はい。で、この売り方っていうのは、口数を固定にするので、売却はドルコスト平均法の逆になるんだね。うんうんうん、はい。ドルコスト平均法は一定金額を積み立てるっていうことでしたけど、今度売る方だから逆になって、一定口数を売るとドルコスト平均法のように働きます。うん、なので、一番効率がいいのは期間取り崩しです。まあそうでしょうね。はい。はい、これ定率取り崩しじゃないですよ。まあ、計算したらわかるよね。さっきの表でも見えてましたからね。そう。はい。期間取り崩しです、うん。これがドルコスト平均法です。うん、で、これは何が、まあ、いい利点かというと、もう言わずもがな、期間が固定するということです。うん、まあ、期間の固定にメリットなのかという、まあ、一流のね。でも、例えば定額取り崩しとか定率取り崩しであったとしたら、うん、まあ、いわゆるその、まあ、大丈夫なように売るんだけども、うん、それでもその後の相場変動で、ものすごい値段が下がってしまったりとかすると、その期間持たせたいのに持たないっていう場合も起こり得るということですよ。確かにそうですね。うん、だけども、この期間取り崩すにおいて言えば、絶対にその期間は取り崩せます。早くに枯渇するってことがないと。ないです。あ、そういうこと。その代わり当然口数で売却をしていきますから、うん、売却金額はもう不揃いになってしまいます。そうですね、うん、はい、うん、確かに。でも値段がガーンって下がったら取り崩せはするんだけど、うん、まあ、ちっちゃいよと。そう、少ないよ。すごく小さくなってしまうっていうことがあります。だけど期間は固定されるってことですね。なるほど。あちらを立てればこちらが立たずと。まあもちろんそうです、まあ、そうですね、はい、で定率取り崩しっていうのは何がいいかというと、資産寿命が長くなるっていうふうに言われます。そうね。だってこれ理論上絶対になくなることないんですよ、うん、確かに、うん、だけどもずっと細くなっていっちゃうんですよ、うん、そう、ものすごい取り崩しが少なくなってしまって、まあ、あの先ほどちょっと挙げた楽天の例で言えば最後はね900口になっちゃいますからあの1000円に満たないから売却しないっていうような状態になりましたけど、うん、こういうことが起きちゃうわけですね、うん、これを老後の取り崩しの方法としてどれを選びますかってことなんですよ。ほう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 、なるほど、ね、で、ここでね、
まあ、例えば一番儲かる方法がいいっていうふうに選択する人はもう本当にど素人だし、何のために投資してんのか、何のために資産運用してんのか、わからないって言うんですよ。はいはい、うん。で、しかも、定率取り崩しっていうふうにしてたとして、足りなくなっていくんですよ、これはずっと行くと。まあ、そうでしょう、ね。うん。で、期間取り崩しだって、相場が不安定になって、値段がガクーンって下がってしまうような、まあ、そういうようなことが起きると、値段が足りないっていうこと、まあ、いわゆる家計に足りないっていうことが起こり得るんですね。うんうん、一時的にでも、はい、でその時に生活どうすんのってことなんですよ、うんうんうん、で先ほど一番最初に言いましたけども、そのまず最初にファイナンシャルプランなんだっていうことですね。皆さんは何のために投資を始めたんですか、うん、なんですよ。これ老後の年金が足りないから不安になるから資産運用始めてるんだよね。多くの人たちはそうです。もう最終目標はそうだと思うっていうことであるならば、老後の生活が不安定になる選択をしていいのかってことです、うんうん、これはファイナンシャルプランが、まあ、結局破綻してしまうよね、うん、その時に言うんですよ。いや、その時は足りない分だけ全部売ればいいじゃないですか。はいはいはい。まあ、もちろんそれは定率じゃなくなるし、また期間が短くなってしまうかもしれないけど、うん、売ればいいじゃないですか、うんうん、なんならもう値段が上がっていくんであれば、期間取り崩しであれば多く取り崩してるから、じゃあ多く取り崩している余ってる分がある一定の金額になったら、うん、じゃあ取り崩しやめたらいいじゃないですかと、ね、はいはいって言うんですよ、ね、うん、でそうすると期間伸びますよね、はい、例えば1ヶ月分ですけど4万円ですよね、うん、だから4万円分早くにねちょっと値段が上がってるから、まあ固定の口数ですので、うん、値段が上がっていくとちょっとばかり残りますよね、うんうん、で残った金額があってそれが溜まっていけば、その分だけで4万円になったら1ヶ月お休みできますよね。そうですね。でそうすると1ヶ月先に伸びるっていうことですよ、うんうん、っていうことができるじゃないですか、うん、っていうふうに言うし、うん、また定率だったら、まあ、ずーっと下がっていく、で一定限はそれで生活できなくなったら定率を上げたらいいじゃないですか、うん、っていうふうに言うんですよ、はいはい、でそれするんだったら最初から定額にすりゃいいじゃない。もう絶対言うと思ったで損はない。効率が悪いとかって言うんだけど、前提条件を定率法の前提条件に立てば、つまりそのよく言われる前提条件に立てば、うん、定額法の方がより長いんですよ、うんうん、じゃあこれ定率法の取り崩しの、まあ、唯一の特徴と言っていい資産寿命が長くなるっていうことですけど、そうですね、定額取り崩しの方が長くなるよ、ね、前提条件で上がってくっていうことを仮定するならまあそっちの方がいいと、定額の方が長くなると。そうだよね、うん、だって 7% で運用しているものがあって、うん、ではその、まあ、最初の金額に対して 4% を売却していくけども、うん、その 4% その上がってった時の翌月はその定額ですから、もうそれ以上に伸びてるってことだよね、うん、だって 4% で 7% 増えるってことは翌年は 3% 増えてるよね。あ、はいはい、うん、ということは100万円でスタートしたら103万円になってるはずなんだ、うん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 、でということは103万円から4万円引いて99万になるけど、うん、またそいつがまたさらに 7% 増えるからずっと減らないで増えていくでしょ、ね、増えていくね、うん、ということを定率法は言うわけですよ、うん、定率法の方がいいよって言ってる人たちはそう言うの、うんうん、だけど定額法だって同じだよむしろ定率法よりも少なく売っていて、うん、で値段が上がった時には金額を少なく売っています。まあそうでしょうね、はい、うん、なのでより持つんですよ。そういうことですね。定額で売っていきますからね。そう、うん、でだから人間はもう卑しい動物なので、うんうん、まあなんならまあそれもいいことではあるのよ。その欲求があるっていうことはそれで生み出すものもあるからね、うんうん、で節約っていうのは、まあ、別に節約して生み出すものはないからさ、うんうん、だから節約するよりかは欲求があってそれをこうどうしたらいいだろうかっていうふうに考える方がまあいいし、これが欲しいなあれが欲しいなって思ったら新しいものを生み出すからね人間は、うんうん、だからそれはそれでいいんだけど、まあ、それが再現なくなると本末転倒になるよ。さらにです、で僕自身は、まあ、投資の世界によって一番信じてないものがあるんですよ、うんうん、それは何かというと自分自身です。あ、うん、いわゆるあなた自身です、はいはいはい、を一番信じてないんですよ。不全に使っちゃうかもみたいなそういうこと。で期間取り崩しで、ね、って言ったら多く売った場合残ってるから残ってる分だけお休みできるじゃないですか、はいはいはい、定率法だって売却する金額が大きくなっているんであれば、うん、それ取り崩さなくていいじゃない、うん、で定率を小さくすればいいじゃない。そんなことができるんだったら私何も言わんよもう長い目で見ています。長い目で見ていて僕も20年間ファイナンシャルプランナーとして活動しているし投資教育をしてきてるけど、そんなことできる人一人もいない言うとこは
絶対できへんわ、うん、なので定額取り崩しで一番最初に決めてしまえばもうその通りでずっと続けられるから、うん、何も問題ないよ。ああ、なるほどね。でしかもまあその投資方法がね、全世界投資、我々が推奨している全世界投資であれば、一定期間のこと、まあ大体1年ぐらいでいいと思いますけど、リバランスをしていけばそれでいいだけ。もうこのリバランスはさ、まあ正直な話、今までもずっとやってきたから、まあそうでしょうね。特に気になることはないよ。形成期にやってるはずですから。そう。で、まあまずはおすすめとしては定額取り崩しですよということなのね。で、まあ強いて言うなれば時点として期間取り崩しかなっていうことです。そうかな。そうかな。はい、で。ここはファイナンシャルプラン、まあ、つまりリタイアメントプランによるってことなんだね、うん、まあ、このお話もちょっとしていこうかなっていうふうに思います、うん、はい、でそれは認知症リスクです、うん、また出ましたね、はい、75歳以上の認知症が高まるリスク、そうです、はい、ちょっとこのねグラフを見ていただきたいんですけども、まあ、これ厚生労働省のね研究の対象になっているものの、まあ、一つのね、まあ、抜粋してグラフを持ってきましたが、年齢階級別の認知症の有病率っていうものですね。でこれを見ていただくと、年齢のね、期間が書いてありますね。65歳から69歳で何パーセントあります。これは男女比で、書かれていますけども、男性は比較的認知症になる確率低いんですね。女性に比べれば低いですね。そうです。95歳になったとしても50% 程度ということで、うん、半分の方は認知症にならない。うん、はい。だけども、これ女性の方を見てお分かりのようにリニアに上がっていくんだね。すごいね。はい。83% って。まあそうですね。95歳を超える場合はもう 83% の方が認知症になられるということなので、うんうん、5人に4人は認知症と、そういうことですね、いうことになりますね、はい、はい、うん、どれだけ長生きされるのかっていうところにもよるとは思いますけども、うん、このような、まあ、いわゆる統計データが出ています。で、まあ、このグラフの中の、まあ、2番目のところですね、まあ、70歳から74歳のところを見ていただくと、まあ、全体としても 4.1% で、うん、まあ、女性だけで考えたとしても、まあ、5% 切ると、うんうん、はい、ということで、まあ、認知症になる確率っていうのは、まあ、相当程度低いのかなと、うんうん、ただ、まあ、ここまでは横ばいなんですけども、75歳を過ぎるとグンって上がっていくんです ね、まあ、これは男性も女性も一緒に上がっていきます、うんうん、この75から79って言っても、まあ、全体で 14% 程度ですので、うん、まあ、約7人に1人の方が、まあ、認知症になられると、うん、だから7人に6人の方は認知症になっていないということだし、今現状ですね、まあ、認知症の治療薬っていうのを開発ずっとされています、はい、で認知症リスクを高めないために、まあ、どういう生活習慣をしたらいいかっていうことも結構挙げられています、うん、まあ、運動をしたりとか食生活を見直すとかですね、まあ、そういったもので、認知症にできるだけかからないようなっていうことが徐々に分かってきています、まあ、ゲノム解析とかもされてるし、これ多分ね将来的には出てくるとは思いますけども、それでもやっぱりね今現状においては、まあ、7人に1人はかかってしまう、まあ、こうなってくるとちょっとずつ認知症リスク上がっていきますよねっていうふうに言っています、うん、なので、僕らは、まあ、一応懸念としては75歳までで、まあ、投資っていうものは、まあ、おそらくリタイアしなきゃいけないのかなというふうに考えています、うん、はい、定率の取り崩しでいこうとすると、これ資産をできるだけ伸ばそうというような形ですよね。でさらに言うと、まあ、定額の取り崩しとしても、まあ、資産がずっと長く伸びるようなパーセンテージで売却をしようみたいな、まあ、そういうような考え方になりがちなんですけど、言うて老後になってから運用できる期間っていうのは限られてるってことなんですよ。なるほどね。まあ、例えば老後65で入ったとしたら、はい、75まで。まあ、その75までっていうのは、うん、まあ、75以降になるとできなくなる確率がだんだん上がっていく。はいはい、なので、僕らはまあ、ワーストケースで考えなきゃいけないから、ね、75ではもう資産が終わってしまう。まあ、多分ね、自覚しても、そこに対して自分自身で認めることができないらしいので、でね、なかなか難しいんですけども、うん、まあ、75の時点で危ないな、まあ、自分はもうちょっと危なくなってくるなっていうふうに思ったら、うん、まあ、自信がなくなってきたな、自分自身の健康とか、まあ、そういうのはちょっと、意思決定の決断力だったりとか、うん、まあそういうようなものにちょっと、まあ不安を覚えたっていう段階で、もうその時点でやっぱり投資やめとかないと、その後ですね、残された人たちがかなりきつくなるので、うん、はい、成年後見人を雇わなきゃいけないとか、うんうん、まあその運用するにしても、まあ家族信託しなきゃいけない。まあそれために結構費用もかかっちゃうし、で、そうすると、まあ多分成年後見人だったらもう絶対投資はやめられるっていうことにもなるでしょうし、うんうん、はい、うん、まあそのタイミングっていうのも自分自身で測れると思うので、まあ75歳以降は、まあ徐々にそういうリスクが上がっていくんだよっていうことを、まず最初に念頭に置くというふうに考えると、別に期間指定でもいいかな。まあそうですね。そこで全部使い切っちゃって、
って、で、それ以降じゃあどうすんのっていう疑問あると思うんですが、そこは伸ばしに伸ばした年金で生きていこうよと。そういうことです。いうことですね。はい。まあ、これにもまたリスクはあるんですけども、まあ、それはまた別の動画とかね、別の機会で、多分これは YouTube でお話しすることは多分ないと思います。会員制の方で、まあ、より詳しくお話ししていこうと思っているんですけども、まあ、強いて言うなれば、まあ、期間指定にして、で、その、金額してもいいんですけど、でも、期間指定にするにしても、生活できなきゃ意味がないので。そう、結局そうですよね。はい。はい、だから例えば、もう金額がもう全然溜まってなくって、うん、まあ、本当は10年間持たせたいんだけども、うん、毎月足りない金額を売却すると、まあ、例えば7年しか持たない金額しかないっていう場合は、うんうんうん、もう7年しかないんですよ。そう。10年伸ばそうと思ったって、うん、生活レベル落とすしかないし、それが落とせるにも限度があるってことなのね。うん、そう。なので、その期間指定っていうことはできるけど、うん、でも、まあ、実質、金額指定だよね。まあまあまあ、結局はね。はい。なので、はいはい、僕は一番最初の結論として、金額指定がおすすめですって言ったんですね。そういうことね。で、これは結局、何のために資産運用してんのかっていう目的を見失ってる人たちが、しかもそれを運用が効率いいとか、資産ができるだけ長く生きるとか、だとしてもそれ長くしたところで結局認知症のリスクがあって、運用し続けられないのに、うん、なれない可能性があるのに、うん、資産の寿命を長くしたところでどうすんのよなるほどね。じゃあそれだったら、じゃあその例えば、認知症になってしまった、10年後に認知症になってしまった場合に寿命が長いから、でしかも資産残ってますよ、うん、で資産が残ってるというその資産どうすんのよ。確かにね、うん、健康寿命としてはすごくもうすでに健康寿命はなくなってるわけだよね。認知症にもう発症しちゃってるわけだから、ね、で、で自分自身でもそれが楽しいかどうかもよくわからないっていう状態でしょ。 で、ね、でその時にまあ例えばすごい金額のお金残ってて何が楽しいのさ、まあ、いわゆるこの残ったお金から価値を引き出すことがもうできないということですよね。まあその時はその時のその人が考えていることっていうのは僕は認知症になったこともないし、うん、認知症のジジババはまあ確かにあったことはありますよ、うん、まあ、僕自身のその家族にもいましたので、うん、その方がどうなってるか、でもその人がね壊れていくんよ。そうね、僕の知っているおばあちゃんじゃなくなっていく。いやいや本当にそうそう、うん、でだからおばあちゃん自体が壊れてっちゃうから、うん、だからもうその方がまあ楽しく感じているのか、まあ楽しく感じていてたらまあすごく心が休まるんだけど、でもそれを感じられるかどうかって分かんないじゃんか。分からないね、うんうん、でそれだったら長生きした時にちゃんと家計が安定できるような、まあそういうようなものを考えた方がいいよね。まあこれで考えられるのってなんだろうっていう風になったら、僕はまあ公的年金を繰り下げることしかもう僕らにとって選択することってできないのかなっていう風には思います、うん、はい、でそれとプラス定額取り崩しとまあミックスによって考えていけばいいのかなっていう風に思うんですよ、うん、はい、まあ年金を増やすっていうのもそうするとね、資産がもう10年間の中でもう急激に下がっていくの で、 そうですね、まあ、それが耐えられないということであるならば、それをある程度しつつ、だから今の年金生活をまあ迎える方と一緒ですね。まあ65になってまあ70ぐらいまで働けるからまあ働いて、でまたそのまあ自分自身の体力が続くぐらいまで働いて、でそこの生活は継続雇用とかでまああとまかなって、でまあ年金も受け取るんだったらまあ最初からちょっと受け取っといて、うん、でできるだけ伸ばしてっていうような感じで持っといて、でそれでも足りないよね、うん、多分足りないと思うんです。そうですね、で足りないと思うからまあその足りない部分を増える、その足りない分だけ売っていくっていうことですね、うんうん、まあこれも話がちょっとまた違くなるけども、その経済評論家とか、まあ、投資を教えている方のまあ多くの方たちって投資をしましょうっていうふうにはよく言うんですね。まあ僕自身もそれに対しては賛成です、うん、でその投資をするんだけども、じゃあもしお金が必要になったらどうしたらいいですかっていうふうに言ったら、100人いて100人がすぐ売りなさいっていうふうに言うんですよ、うん、でそれはまあいわゆる必要なお金である以上まあ問題ないよね。じゃあこれは値段が下がっていっても売ったらいいですかって言ったらイエスです。これも100人いて100人イエスっていうはずです。それはなぜかって言ったら、そこに投資をしたら値段が増えていくっていうことを期待して、しかもそれが統計データ的にもそれが分かっていて、まあそれが未来が分からないからリスクがあるんだね。リスクっていうのはまあいわゆるその損してしまうかもしれないっていうものではなくって、不確実性なんですよ。将来が不確実であるから、まあ、それがリスクなんですね。でも将来不確実であったとしても、それがパチンって決まった時に年間 7% で回っていくっていうことがもう統計データで分かってると、うん、じゃあ入れたら通常来年は 7% 増えているものとして期待するんだけど、それでも価格の変動があるからマイナスになってしまうこともあれば、それ以上に儲かることもある。で長い期間にしてしまうと、その長い期間の平均利回りっていうのは一定に収束していくようなグラフになるわけです。
わけですよ、うんうん、だから長い期間運用しましょうっていうふうに言ってるわけですね、うん、だけどもその時に仮に下がってたとしても今資産を使おうとしている、まあその使わなきゃいけないと明日生きていけないっていう状態になったら、それがいくら来年 7% になろうとも結局今使うしか自分の生きる術はないんだから、投資してるものは売ればいいし、それを取り崩してちゃんと費用に当てればいいんですよ、うん、でこれイエスだって言ってんのに、なんでこの老後資産設計になった時だけ定率法で行きましょうとか、うん、毎月売却する金額が固定されないような期間取り崩しになるんですかっていうことですよ。第一優先がね、うん、おかしいでしょ。なるほどね。それだったらもう必要な金額だけ毎月売ればいいじゃないですかっていうふうにやったらまだ言い先がいいです、うん、でもそれだとシミュレーションできないじゃん。まあそうね。で、そしたらシミュレーションするためにはどうなるかっつったら、定額法しかないじゃんか。定額の取り崩ししかないよ、うん。もうそれしかありえない。だからもう僕自身はもう口を大にして言いますけど、これ基本的に定額の取り崩ししかありえないですっていうことです。うん、そういうことですね。取り得ないです、うん。じゃないと生きていけないです。そうです。うん、何のために投資してんのよっていうことになる。うん、そうね、うん。あの、定額取り崩しで、まあ唯一、あるとすれば、途中でなくなっちゃうかもしれないじゃんっていう人いると思うんですけど、はい、でもそれって多分全部一緒なんですよね。はい、どの方法をやっても一緒になります。一緒なんですよ。結局足りなくなるんですよ、はい、うん、だからここのリスクに関しては全部一緒なんで、そこは一緒だっていうことですね、うん、そうですね、はい、だからこそファイヤーっていうのはもうギリギリの線でやるもんじゃないんですよ、うん、まあ、正直な話 4% 取り崩しっていうのは多すぎます。攻めすぎですよね。はい、はい、うん、まあ言うて 1% だったらまあまだありかなとか、うん、そんなレベルです、うん、じゃあ100倍にならないといけないのってことになるよね、うん、そうそうそう、うん、じゃあ500万必要だってことは100倍で5億円です。僕のイメージはそんなもんです、うん、だからもうファイヤーしてもう一生まあ食っていけるようになる。で、僕自身がそれを目指して今まで自分自身の個人の投資活動してきたからね。そうですね。一番最初に会社を売った後、うん、まあすごい金額が出てきたけど、うん、じゃあこれを定期預金とかに入れて、その利子生活ができればいいなと思って、だけどできない 0.何%になってるからできないから運用を考えてみた。で、運用を考えてみて、結局今やってることって、まあこうやって活動していて、そうね。っていうことになってるよね。結局利子生活してないんだけど、うん、そう、うん。まあ一時的にはしてたけど。まあ一時的に。うん、じゃあ今できますかって言ったら多分できると思う、うん、多分できると思うけど、うん、もうかなり不安がある、うんうん、ああまあそうでしょうね。多分 1% あー、まあ 1% ぐらいでいけんじゃね、うん、多分多分ね、うん、でそうすると多分あの運用しなくても、うん、もうそのまま取り崩したら100年生きていけるので、うん、あ多分僕は死ぬまでは使い切り、うん、まあでも今の生活があるから ね、 そうね。でインフレもあるから確かに確かに、まあ、多分運用はするんだろうけど、まあ、相当こう下がってやったらまあ多分まあ死ぬまでにお金が枯渇することはないだろうなっていうふうには思うよ。思うけど、その程度になってもまだ怖いんだよ。で、それを 4% 取り崩しで 0% になりますっていうような、そんなことでね、ファイヤーなれる？なるほど。っていうのを、まあちょっと本音を言ったことがなかったので、今回ちょっと改めてお話ししようかな。だいぶ後ろの方に来ましたね。まあこれカットされるかもしれんけど、はいはいはい、まあまあ、そんな話も、一応ね、加えておきます。まあ最後になりますけど、老後資産設計においてですね、家計を、まあ、安定させるっていうのは、もうこれ、絶対条件なんですね、うん、で、しかも年いけばいくほど難しいことできないんですよ、うん、ということはもう定額取り崩し、もうそれもね、まあ、楽天でもいいし SBI でも定額取り崩しの設定はできます、うん、で、まあリバランスで、まあ、バランスは整わないかもしれないけど、まあ最悪その老後に入るときにリバランスさえされていれば、まあその取り崩しによってある程度はできますので、で、まあその定額で取り崩していくからね、うん、はい、だからその間リバランスをしてなかったとしても、まあ、最低限の安全セーフティーマージンは取れてるのかなっていうには思うから、その、うん、まあ、75ぐらいになってちょっと衰えてきたと、うん、毎回リバランスのめんどくさいと、あ忘れてたっていうような時があったとしても、うん、まあ多分、まあ、そこまで事故にはならないかな、あそういうことですね、うん、そういうふうな、まあ、アセットバランスっていうのを推奨してるからね、はいはいはい、うん、これはまあ会員制で、まあ、バランスはお話ししてるけど、それぐらい持つような、うんうん、本当は
毎年1回やってほしいけど、まあ10年ほったらかし、20年ほったらかしはさすがに厳しいな、うん。10年ほったらかしでも、まあ、うん、まあ本当はもうちょっと前でやってほしいけど、まあ、まあ、まあ大丈夫かなっていう。まあ、確かにね。トリクス自体がリバランス効果ありますもんね。まあね、一定のリバランス効果ありますので、うんうんうん、まあそうやって、いければ多分問題ないっていうか、まあ老後のね、そのちょっと衰えたとしても、まあ続けることができるし、で、まあかつ、リタイアメントプランとはそれだけじゃなくって、公的年金とか、まあ僕らがもらえる年金そのものと計算をしなきゃいけないので、これはまた、取り崩しの方法論だから、まずファイナンシャルプランである程度考えて、で、まあどういう方針でいくのか。そのための道具だから、その道具の使い方として、あり得るものって言ったら、もう金額指定の取り崩ししかあり得ないだろう、っていうふうに私自身は思います。はい。はい。定率法でできると思うんだったらやってみたらいいよ。まあ正直な話できないと思うけどね、うんうんうん、今までも20年教えてきてそれできた人なんて見たことない。まあその20年間ずっと運用していくとまあ結構な金額になりますから、そんな細々としたことを考えなくてもいいようになってほしいなと僕は思いますけどね。まあそう、突き抜けちゃえってことね。そうそうそう、うん、そうね、うん、それ言ったら元も子もねえだろと言われるんですけど。ただ今度ね、そのお金がね、老後にずっと残ってるっていうのもまたもったいない話なんで。ああ、はいはいはい、はい、うん。そうね。まあ老後入るぐらいの時にちょっと資産整理して、子供たちにバッと渡してしまったら、ね、その分で65ですから、そうね、まあお子さん35とかそんなもんでしょ、うん、うん。多分お金の価値一番高い時だわ。そうね、一番価値引き出せる時ですね。うん、そう、うん。でも定額にしてしまえば、うん、まあある程度残しておけばさ、まあそんな問題ないだろうし、で逆にそれが途中でちょっとした枯渇してしまったら、子供たちにちょっとお世話になればいいんじゃない、うん、そうね、確かにね、そういう人間関係を築いておいてほしいな。そうね、育んでいくのもまた一つですよね。そう、老後になっていく、リタイアするっていうことはどういうことかって言ったら、労働資産からの収益がないっていうことなんだよね、うん、で、金融資産からの収益が衰えたっていうことだったら、うん、もう我々3つの資産しか持ってないので、うん、無形資産からの援助をもらうしか方法がないのよ、はい、で、それがまあ例えば年金であったりとか、家族間の相互のまあ扶助ですよね、まあ扶養の関係になると思うので、うん、もうだって老後はもうね、労働資産がないわけで、ね、2つでどうにかしなきゃいけないから、そうそうそうってなってくるともうこれは明らかだっていうことだよ。そうですね、まあその時にもね、はい、お子さんたちはきついかもしれないけど、まあそれでも労働資産があるからさ、うんうん、だから毎月稼いでるものはあるから、うん、多少の蓄えでどうにかなるのかなというふうには思うので、うんうん、まあそれはまた別のお話です。はい、はい、まあここまでお話ししてきました。まあ参考になれば幸いです。まあご意見もあるかもしれませんので、もし何かこういう点はどうですかっていうようなことがあれば、ぜひ、コメント欄にお寄せください。このテーマについてはですね、まあ一回では多分伝わりきれないと思うので、うん、まあ引き続き、扱っていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回以上です。はい。はい。じゃあ最後になりましたけども、マネセンスカレッジでは日本人すべての方にお勧めできる投資戦略、全世界投資を学べるチーム 7% を運営しています。ご興味のある方は概要欄をご覧ください。また、この動画が良かったな、ためになったなと思った方は、チャンネル登録、高評価、通知音をよろしくお願いします。今日は最後までご覧いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。